ブルック・ロバート・ロッペスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ノースハリウッド出身出身のバスケットボール選手、NBA のミルウォーキーバックスに所属している。一卵性創生児の弟ロビン・ロッペスも、NBA 選手である。ブルックと弟のロビンの父ヘリベルト・ロッペスは、野球のキューバ代表選手、アメリカ人の母、デボラ・レドフォードは水泳のアメリカ代表候補にも、 選ばれたというスポーツ一家で育った。しかし父のヘイリベルトは彼らが5歳の頃に出本しており、以来二人とは会っていない。祖父がバスケット選手だった影響を受けてバスケットボールを始める。サンワーキン記念高校卒業後、ロビンと共にスタンフォード大学に進学。双子のビッグマンとして注目を集めるようになる。1年目のシーズン、ブルックは 背中の手術のため最初の5試合を逃したが、復帰後の26試合中18試合に、先発出場し12.6得点6.0、リバウンドを記録。2年目のシーズンには、学業面の問題で最初の9試合を逃したが、27試合中25試合に、先発出場し19.3得点8.3、リバウンド2.1ブロックを記録し、チームを NCWA トーナメントのスイート16まで導いた。ブルック個人は全米コーチ会、AP 通信選出のオールアメリカサードチームパックマイナス10のファーストチームなどに選ばれた。大学では2シーズンだけプレーし、ロビンと共に2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトではニュージャージーネッツから全体10位指名を受けた。ロビンは フェニックス・サンズから15位指名を受け、一卵性ソーセ生ー児が同じ年に共に一順目、指名された初めての例として話題になった。ドラフト前には7位指名権を持つ、シャーロット・ボブキャッツから指名を約束されていたが、ボブキャッツは DJ ・オーガスティンを指名したため、ブルックは大きなショックを受けたという、10位という決して高くない順位で、ブルックを指名できたことは、 ネッツにとっては幸運だった。ブルックは先発センターの女子ブーンが故障で戦列を離れたのを契機に先発に抜擢され、以後シーズン終了まで先発の座を守り抜いた。シーズン後半には持ち前の得点力を発揮して2桁得点を連発し、この年の新人王に輝いたデリック・ローズを抑えて1月と2月の月間新人賞に選ばれた。 最終的には13.0得点8.1リバウンドの成績を残し通算152ブロックはリーグ全体でも4位の高記録だったオールリューキーチームではファーストチームに名を連ねている2012年7月11日新生ブルックリンネッツと4年契約を結んだ2017年6月20日 デアンジェロ・ラッセルラとのトレードでロサンゼルス・レイカーズに移籍。生まれ故郷のアメリカ西海岸のチームで再出発することになった。11月3日のフルスのブルックリン・ネッツ戦では34得点10リバウンドを記録し、フルス相手に強烈な恩返しを果たした。2018年7月8日、ミルウォーキーバックスと1年340万ドルで契約した。 2018から2019シーズンは攻守に活躍し、60勝を挙げたチームに大きく貢献した。2019年6月30日、バックスと4年5200万ドルで再契約した。また同日弟のロビンもバックスと契約し、キャリア12年目して初めて兄弟が同じチームでプレーすることとなった。2008年ドラフト組では最高のセンターと評された。 豊富で、スムーズな動きのポストプレイが持ち味で、フックシュートや柔らかいタッチのジャンプシュートで得点を稼ぐことができる。強靭な上半身と長い腕はリバウンドと、ブロックショットで力を発揮する。身体能力に恵まれているわけではなく、プレドラフトキャンプ時のテストでは軒並み低い数字を残した。フットワークに難があり、これらの点では弟のロビンの方が優れている。 シュートセレクションも改善しなくてはならない。NBA 選手ではブラッドドアティに例えられる。スプリントはコート3、4層。ベンチプレスは約8 4ラム。ありがとうございます。